熱っ、ついてる？こんばんは。ちょっとやばい、灼熱すぎ。現在の温度32度です。熱っ。ちょっとね、今急に来たんでここに、あれなんですけど、ちょっと19度で風量マックスでつけてるんで涼しくなるかなと。32度です。こんばんは。暑い、暑いよ。とてつもなく灼熱。今私砂漠にいます。あ、みじまる持ってこようと思ってたのに忘れちゃった。夜ご飯を食べました。みさきとやおいと食べました、一緒に。ごめん、お疲れ、ありがとう。そう、今日は僕の青春公演昼夜でした。わーい。そう、シンポジだったんです。3番手若ポンさんポジですね。シンポジでした。十クロは初めて、美咲とサカサカコンビでやらせてもらいましたね。なんか意外ですね、十クロ結構やってるからさ、めっちゃやった気分でいたんですけど、意外とね、やってなくて。美咲と初クロでした。3番手だからもう4ポジできちゃいます、イエーイ。2、3、2、3、6、2、3、5、7かな、7番できます。です。視界が開けてました。2、3、4、いや5、ゆいなさんポジなんで。ね、で聞いてください、あの10クロするってなって、美咲とだったんですけど、今日昼夜だったんで、あんまりねリハーサルで体力使いすぎたら本番に支障が出るから、結構あ、なんていうの、制御して本当にやりたい曲だけやろうみたいな感じ でユニット他の4曲中3曲全部リハしたんですけど、10クロだけリハしなかったんですよ、初めてやのに。でなんか裏で合わせようみたいな感じで言ってて、でもなんか本番前に時間がなくて合わせれなくて、とりあえずやってみよう、ぶっつけ本番でって感じで出たんですよ昼。そしたらそれで昼公演が終わって、あの定点映像をねもらえるんですけど、それを2人でこうやって見てたら、それに合わせるとこなくねみたいななって。そうだから何もね揃えずに、すごい息ぴったりでした。全然どこもここ気になるとかいうところが一つもなくて、そう、いけましたね。やっぱね、言葉交わさなくてもねいけるんですよ、私たちはもう。そう、意思疎通してるんで。リハなしでねいける、息ぴったりです。バッチリでしたね。2人でユニットしたことないよね、だって今まで公演でね、珍しい。他は誰とユニットしたい？でもなんか N に3月ぐらいの時に、ちひさんと初めて出た時に、あの過ち覚えてやって言われましたね。過ち覚えて一緒にやろうやって言われましたね。そんなことはないはずです。でも過ちはね、全ユニットは制覇してないです。ラブアッシュまだです。いつかねやりたいね、うん、そうだから今日はぜひ見てくださいって言ってたので、ね、そういうことです。見てほしかった。シンポジね、でもドキドキでしたよ、もう。ドキドキすぎてやばかったですね。今日は昨日がキャンプだったんですよ、一日。
しかったです。キャンプ何かライブ終わり、ライブのリハ期間ぐらいの時に言われたんですよ。そう、ライブ前日とかに「シンポジれていい?」って言われて、「はい」とか言ってたんですけど、意外とね日がなかった、びっくりした。まこやから頼めんねんでって言われたんで、でも受けましたね、受けて立つ。そうそう、キャンプは楽しかったです、すごく。一日中だったんですけど、朝からで、そう、朝からでした。キャンプ行くからさ、練習できる時間がないやん、シンポジの。だからキャンプの日の朝に8時ぐらいに行って、こう、眠い目で踊ってました。で、キャンプ行って、まさかのね、雨で、でも、そうリレーがねなくなったんがちょっと悔しかったんですけど、障害物競争になっちゃってね。だけどまあドッジボールできたんでいいです、私の念願のドッジボール。そうちゃんとね謝りましたよ、当てた後にごめんなさいって。全然手加減してました。でも柔らかいボールやから飛んじゃうんですよね、よく。そうそう久々でしたねあの感覚。岸さんとね一緒のチームじゃなかったからね、一緒のチームやった私がもう全力で守りに行きますよ。そうそうハンバーグもね作ったんですよ、サカサカあや4本かな。で、そうハンバーグ作ってちゃんとねできました。でも火も通ってるし、そうあれが食べたかったら皆さんもあの徳を積んでください。手料理振る舞います、私が愛情のこもった手料理を。そうそう、ね、最初ガーリックライス狙いだったんですよ、食べるだけやんとか言ったんですけど、ハンバーグだったんです。でもほっとくとかじゃなくてよかったですね、ほっとくとか難しそう。そうそう言われて言われて、あ今来るんやとか思って、すごいすごいなと思ってたんですよ、この人今来るかと思ってて、スタッフさん、それであ今はちょっと大丈夫です、後でいただきますってこう言ってたら、なんかその後になんか無言でみたいな感じで、あやばい怒らせだったかなとか思ってたんですよ。でも多分喋らなかったのをバレるからということですね。そうびっくりしましたね、めっちゃ人見知りなんかなと思ってて、あのスタッフさんと思ってたら違いましたね。ちょっとでもあのおかしかったです動きが。そう楽しい思い出ができました、今年も夏キャンプいいですね。夏といえばですよ、そうそう、うん、パワー来てるよほんまや。どなた?ありがとうございます、みんなハートとか送ってくださって、星とか、あひなちゃん、ひなちゃんタワーありがとう、ありがとうございます、だったわ嬉しい、ありがとう、お疲れ様のタワーかなね。これから台風が来るみたいなんで皆さん気をつけてください、気をつけてね。めっちゃね、あの口の中に口内炎ができてるんですよ、この口のここと、あと下の横にね2連ぐらいで
なってて、喋るたびにね痛いんですよね。ご飯がだから美味しくな食べれないんです。辛い。下パッチ貼って寝ます。今日この辺ってきついよね。そうで、昨日の夜にあの足をね2回つって、なんか疫病神でもいるのかしら左足のふくらはぎ2回つって、キャンプ中にもね1回ね釣りかけたんですよ、土踏まずを。やだ脱水かな。そうね、寝ないと。食生活が結構荒れてるからかな。取りますしっかり、うん、明日はちょっと N 公演の練習をしに行きたいと思いますそうです、明後日が N なんで。そうです、そうです。オンラインもねそろそろですね。恐竜展に行きたいんですけど、なかなか行けず。恐竜ですね。忙しい、いいことだよ本当に。ありがたいです、ありがたいですね。恐竜好き、恐竜好きです。台風気をつけてください。結構なんかすごいらしいんでね。私もなんかその威力が前の5日のなんか台風の威力と一緒みたいな聞いて、その前の台風を思い返してたら、その時になんかうちの車が廃車になったらしくて、台風の影響でフロントガラス割れたのかな、なんか廃車になったから。危険です、皆さんお家にねいましょう。本当におじいちゃん家のなんか上が飛びました。そうそう、キャンプね楽しかったです。花火ちっさんとできました、嬉しかったです。一緒にね花火しました、私が誘いました。はい花火しましょうって言って誘いました。ね、オンラインも楽しみですね。31日かな、うん、ぜひぜひ会いに来てください。またねあの This is NMB48 もありますしね、東京お、そろそろあのランキングを読みたいと思います。いきます。13位エダッチさんありがとうございます。12位ソラさんありがとうございます。11位つっちゃんさんありがとうございます。10位ミノルさんありがとうございます。9位ひじきさんありがとうございます。8位シロタッチさんありがとうございます。7位チキンナンバさんありがとうございます。6位ダンさんありがとうございます。5位イグッチさんありがとうございます。4位サキショさんありがとうございます。3位レモン78さんありがとうございます。2位トミーさんありがとうございます。1位ひなちゃんさんありがとうございます。ありがとうみんな、みんな大好き。ありがとう。です、皆様も日曜日です。今日はなんか川柳の日らしいので川柳を唱えてから寝てくださいありがとう、バイバイ、おやすみなさい。